たか。若いな、意外だぜ。俺の名前は古賀氏は甲斐だ。エンペラーの須藤に勝ったそうだな。あいつには俺が一発ガツンとかましてやるつもりでいたんだがな。まさにトンビに油揚げだぜ。おいしいところをお前に持っていかれた。俺もいろは坂の走り屋の一人としてこのまま黙って見てるわけにはいかないって理由もある。言っとくけど俺はエンペラーの奴らより早いぜ。いろは坂最速を目指すって言うんなら俺を避けては通れない。いきなりで悪いがお前と勝負させてもらうぜ。はい、カイ君です。 MR2 ですね。 MRS じゃないですよ。まあ、MR2 とも言いますけど、あの車しびれてきたぜ。やるきゃねえな。行くぜ。いやー、焦がしは買えばちょっと油断できないよ。相手が速ければ速いほど仕留めがいがあるってもんだ。星の数多いからね。ちょっとの油断もできないぜ。後半セクターは速いだろう。弱いやつだ。ぶつけちゃうと10キロも落ちるんだ。それだけは気をつけよう。ここはしょうがねえよな。ほんのわずかなミスが命取りになる。このバトルは集中力の勝負だ。よし、逃げろ逃げろ逃げろ。陽介だってぶっちぎれる。よし、手ごわいぜ。生半可な仕掛けは通用しない。カイがジャンプしたらめちゃくちゃ速くなるんで、仕掛けるのはこの先のミリと決めた。そこだけ抑えられればなんとかできる。うわぁ、もう速え。こっから速えぞ。こっから回速いぞ。悪く思うなよ。抜かれた。インベタの空にインというのは空中に描くラインだ。焦る、やばい。俺の、なんだこれが。起きて破りの地元走りだ。何回言うね、二度目や。なんでおめえ加速すんだよ。なんだその加速は。をクリアしてきやがった。すごい車振るね。ここはノーブレーキだ。やられた、こんなところで。よっしゃ、このままぶっちぎる。あぶねえ、あぶねえ。めっちゃくちゃあぶねえ、あぶねえ、超あぶねえ。危ないよ。よかった勝って。8000ポイントもくれる、ありがとう。しかも女性マイキャラパーツネックレスダブルってなんだ。ダブルって何。負けたぜ。すげえとしか言いようがない。一発でジャンプをクリアしてきやがるとはな。あれはあれで難しい技術なんだ。まるで峠センスの塊みたいなやつだ。地元で負けたのはショックだけど、いい体験させてもらったよ。
またここで勝負しようぜ。腕磨いとくわ。Let's go!